谷、ついに正体を表してしまう。今季、大活躍中の大谷。一方、ファンからは大谷の活躍以外に、ピョン谷が注目を集めている。それは大谷のヘルメット上部からぴょこんと飛び出した髪の毛で、8月に入ってからこのアンテナ発生は時折見られており、ファンの間では宇宙と交信していると話題になっていた。やっぱり宇宙人だったんだ。大谷が宇宙人である証拠のアンテナ。メインブラックの続編が作られたら本当は宇宙人だという有名人の一人として登場してマイケル・ジャクソンと肩を並べるのだろうな。打撃野手の木とでも言っておこう。暑いから、散髪した方がええで、張りがある健康な髪の毛だから、あんなに丸くぴょこんって出たのかな？もしかしたら調子が良い時は飛び出るのかも。ノーヘルで髪をかき上げるサンドバルが何度も真似する動画を見て、めちゃくちゃ笑いました。仲良しか。動画優しくて、意外だった。他チームだと見た目だけで勝手に判断しちゃうからね。出てるよって感じでした。大谷くん、頭サイズちっちゃいから、ヘルメットも兜も目深よね。おじさんには羨ましいくらいに、髪の毛にボリュームがあるんだろうな。なのでスイングの度にヘルメットをかぶり直している。もっと単発にしても良さそうだけどね。彼なら似合うよ。オールスター前に髪切ってましたよね。その後も一度切ってませんかね。髪の毛が多いから気になってヘルメットをかぶり直してますが、あれは考える時間をとっている気がしますが、皆さんはどう思われますか？きっとタンパク質の摂取が多いので、髪が伸びるのも早いのでは？と思ってしまいます。散髪をしてさっぱりも素敵ですが、少しずつ伸びた髪をかき上げるのも見たいし。大谷ってやっぱ宇宙人だったのか、この異常な成績にも納得。宇宙人大谷、野球楽しすぎる。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。